本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。なおチャンネル登録をしてくださっている方々の皆様ありがとうございます。なお視聴者の皆様もありがとうございます。本日はですね、寝台は RM3032 30.5cc 30センチロングパイプですね。それが前半戦。後半戦がですね、ハスクバーナー 545FR46cc ですね。それと、後半戦のハスクバーナー 545FR の作業中にですね、中盤戦ぐらいだったと思うんですけどですね、ライダーの方々がですね、通り過ぎられるときに、ハスクバーナー 545FR の、チャンバーの爆音を聞いてですね、エールを送ってくださったのか、草刈り機にチャンバーをつけて変なおじさんがいるよというふうに、思われてクラクション鳴らしていかれたのかですね、ちょうどカメラにですね、クラクションの音が入ってましたけども、珍しい人もいるなぁという感じだったと思うんでしょうけどですね。本日は前半戦が、寝台は RM3032 30.5cc 30センチロングパイプで攻めてみます。それで後半戦が、ハスクバーナー 545FR ですね。爆音チャンバー付きのですね、46cc です。ハスクバーナーに変わってからですね、中盤戦あたりだと思いますけども、クラクションの音が入っていると思います。では本日も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしければ、リュウちゃんの田舎暮らしチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。
現在後方からですね、なんか来てますね。ヤギかな、イノシシかなって思いましたけども、アンパンの奥様ですね。逃げたいけど逃げられんですね。気づいとらんですね、リュウちゃんな。あ、ちょっと捕まりましたね。やられましたよ。おそらく今日はですね、ウグイスパンでこう来たばってん、ウグイスパンでよかねーっていう話をしよっとこいでしょうかね。あまりですね、このまま撮影を続けるとですね、イノシシがこっちに向かってきてますから、もうそろそろ葛藤して飛ばしますので、申し訳ありません。もうこれ以上は耐えられないと思いますので、葛藤いたします。
本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。本日はですね、前半戦が新ダイワ RM3032 30.5cc 30センチロングパイプ、後半戦がハスクバーナー、545FR46cc ですね。両方とも、テクニブレード7ミリを使用いたしましての作業になりました。やはり、バイクのライダーの方が、変なおっさんがいるなーってな感じでですね、通りすがりに。それで、カメラ付近でクラクションを鳴らしておられましたけども、ありがとうございました。まあ、応援だと思って受け止めて、お礼を申し上げます。ありがとうございました。本日はですね、先ほども申しましたように、テクニブレード7ミリを使用いたしましての作業になりました。チャンネル登録をして、いただいているご視聴の皆様ありがとうございます。並びに、いつもリュウちゃんのはちゃめた動画をご覧にいただいているご視聴者の皆様ありがとうございます。本日はこの辺で、終わりにさせていただきたいと思います。あまり長話をするとですね、奥様があなたの話は長いという文句を受けますので、本日はこの辺りで失礼をいたします。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ、はちゃめちゃなリュウちゃんの田舎暮らし、チャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。よろしければ、リュウちゃんの田舎暮らしチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。なお、はちゃめちゃなリュウちゃんの田舎暮らし、次回もよろしくお願い申し上げます。